今日は不妊治療に関するお金の話、最後の回になります。医療費控除のお話です。医療費控除とは税金のお話になります。税金の話といえば聞いただけで面倒くさそうと思いませんか？私も税金には全く詳しくありません。だからこの動画ではとっても簡単に説明したいと思います。まず医療費控除の前提のお話を2つさせていただきます。1つ目、医療費控除というのは、簡単に言うと医療費の支払いに応じた金額を所得から控除することで所得税を減税しようという制度です。もっと簡単に言うと、医者へいっぱいかかった人はその分税金を安くしますね、ということです。そして2つ目、医療費控除という名前の通りなのですが、不妊治療費以外の他の医療費も合わせた医療費が対象になります。さて次は注意点を2つお話しいたします。1つ目は、医療費控除を受けるためには自分で確定申告を行う必要があります。私はサラリーマンで副業収入もなかったので確定申告はしていませんでした。不妊治療を経験して初めて確定申告をしました。私の場合、自分で確定申告をするのはとても面倒くさかったので、知り合いに頼んで安くやってもらってしまったのですが、自分でやっても簡単だと言われています。確定申告のやり方の話を説明し出すと、話が脱線してしまうので、今回は割愛します。話を戻します。2つ目の注意点は、医療費控除を計算するときのことです。家族全員分の医療費が対象になります。例えば私の場合、現在3人家族なので、私と妻と子供がかかった医療費の合計になります。不妊治療中であれば、妻の不妊治療費、私の不妊治療費、その他子供の病気でかかった医者代や、私の皮膚科の医療費、妻が捻挫した時整形外科にかかった治療費などなども含む全ての医療費が対象になります。そして最大注意しなければならないのが、全員の領収書を取っておく必要があるということです。以上、前提と注意点を踏まえまして、実際お金がどの程度返ってくるのか、例を挙げて計算してみたいと思います。ここで先に言い訳をしておきます。実際の税金の計算は、家族構成や住宅ローンを抱えているかどうかなどで大きく差があります。さらに税金の計算はちょっと複雑です。しかしこちらの例ではシンプルに医療費控除のみを計算する形を取りました。なのでざっくり感覚的にどのくらいの金額が戻ってくるかという視点で見ていただければと思います。それでは始めましょう。計算をわかりやすくするために、切りよく、年収は500万円。1年間でかかった医療費の総額を30万円で計算します。まず、医療費控除の額の計算式は以下の通りです。年収の500万と医療費の30万を当てはめると以下のようになります。括弧の中を計算します。ここで注意です。括弧の中の上限が決まっています。上限は10万円なのでこうなります。したがって20万円が医療費控除の額になります。ここで再確認ですが、控除の金額なので20万円をもらえるわけではありません。つまり、所得の500万円から控除額の20万円が引かれますので、所得が480万円になります。500万円にかかる税金と480万円にかかる税金では、480万円にかかる税金の方が安くなります。その差額がもらえる金額、つまり還付金となるわけです。それでは、税金の差額の計算をしてみます。まずは、所得500万円での所得税は57万2500円です。そして480万円になると所得税は53万2500円です。その差額は4万円になります。今度は住民税です。所得500万円での住民税は50万5000円です。
そして480万円になると、住民税は48万5千円です。その差額は2万円です。所得税と住民税の差額を合わせて合計6万円になります。したがって6万円が還付金で返ってきます。つまり6万円税金が安くなったということです。以上が本当に簡単ですが控除のお話になります。それではまた。